待って。ダメでしょうよ。待ってた。よし行こう。待ってました。よし行こう。はい、帰ってきました。クマさん、食べよう。まっくりは食べれへんけど。よいしょ。よいしょ。いいな。よしよしよ。よし。では。ちょっとね、狭くてテーブルがないんで、今、我が家はこのクレマの衣装ダンスの上がテーブルとなってます。はい。じゃあ、買ってきたパン置いてきちゃった。忙しい。よいしょ。今日は代々木公園近くで唯一、7時にねオープンしているクレマシラでこと唯一7時にオープンしてお仕事前のお散歩でパン買って食べれるお店365日ってお店行ってパン買ってきました。名前の通り、2月29日はお休みになるそうですが、その他は毎日営業してるようです。じゃあ早速代表初めてだったんで代表的なパンを買ってきました。クレマさんちょっと近すぎますね。ちょっとカメラを変えましょう。ドン。はい、はい、まず一つ目ちょっと隠れててどれがどれだか全然わかんないけど、まずは一番なんか代表的っぽいチョコレートのやつなんで、クレマ絶対食べちゃダメだよ。チョコなんとか、ちょっと名前がね、おしゃんすぎて覚えられなかったですけど、じゃんじゃーん、こんな感じの可愛らしいパンになってます。はい、これが一つ。そしてで、これもね、なんか口コミが良かったね。ちょっと名前がまたね、おしゃんすぎてちょっと覚えられてないんですけど、レモンのなんかっていう、皆さんちょっと調べてみてください。レモン、これもやべ。なんかレモンの可愛らしいパンになってます。よいしょ。可愛いね、これ。そして最後、これだけ名前覚えた。カヌレ。とってもちっちゃいんですけど、蜂蜜のね味が美味しかったっていう。口コミがあった。美味しそうな匂いする。こんな感じのちっちゃい可愛らしいやつです。はい、以上3つをですね、ちょっと本当はもう1個ねハニートースト買ったんですけど、それは公園で食べてきちゃいました。じゃんじゃーん、美味しそう、可愛い、かわいいね、クレマパンが。クレマパンがかわいいね。あ、舐めた。ちょっとダメだよ、クレマ。これは私の朝食だから。ね。クレマも朝食食べたでしょ。はい。じゃあ、ちょっといただいてみまーす。じゃあ、ちょっと代表的なチョコのやつだけ食べてみようか。あとちなみにコーヒーはパッセージコーヒーのエチオピアナチュラルを入れてます。ん、いい匂いするのクレマ。あ、ダメ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 クレマ。あ、はい、ダメ。じゃあちょっといただいてみます。こぼさないように。ちょっとクレマがカメラでガードして。
うん、上がサクサクっていうチョコで、チョコのクリームと生地もチョコが練り込まれてるのかな。うん、美味しい。でもちっちゃいから3個、4個、5個いっぱい食べれちゃうな、これ。うん、美味しい。じゃあまたいろんなお店散策してみたいと思います。じゃあクレマン、バイバーイ。